レディオスマイル、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 ミヤノマモルのレディオスマイル。おいお前、いくら疲れているからってここで寝るんじゃない。疲れているならベッドで、ほらちゃんと毛布かけて、おやすみ。ラジスマネームうさちーまるさんからいただきました。季節外れのマモタクロースからのボイスプレゼントでございました。最近母がお風呂で眠ってしまいます。仕事で疲れて眠ってしまうのはわかるのですが、娘としてはとても心配ですので母を起こすためにお願いしますというリクエストでございました。たまにこういうことします。皆さんぜひ送ってきてください。さあ今週も始まりました、ミヤノマモルのレディオスマイル。2014年の4月6日に始まったミヤノマモルのレディオスマイル、今日が4月9日ということで丸2年になります。素晴らしい。3年目のレディオスマイルもよろしくお願いします。どんなことやっていこうかね。でも本当に皆さんと一緒に作り上げてきたラジオだなというふうに思うんです。今ね、急にボイスをやったりもそうですし、なんか緩やかな時間をいつもね過ごさせていただいていて、話したい話をしてかけたい曲をかけて、喋りたいボイスを喋るっていう。これからもそんな風にね、皆さんと一緒に作っていけたらなと思っております。さあ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 、前回告知した通り今回は、5月11日発売の14枚目のシングルシャウトをなんと本邦初公開したいと思っております。どんな曲になっているんでしょうか。皆さん最後までお聞き逃しなく。さあ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 、じゃあもう一枚ね、マモタクロースいこうか。ラジスマネームヒデさんがいただきました、マモタクロースからのボイスプレゼント。そんなんでへこたれてていいのか。東京はもっとやべえぞ。今週も張り切っていきましょう。さあさあ、ではでは、今週も皆さんのお便りをどんどん読んでいきたいと思います。さあほっこりからいこうかな。まずはこれほっこりなんかな、行ってみよう。ラジスマネームリーさんからいただきました、ほっこり。マモ版は今日買い物をしてお会計の時にレジ打ちをしてくれたのが高校生くらいの可愛い女の子でした。新人さんなのかな、ういういしい感じ。名札を見るとなんと宮野さん。わあ、珍しいね。わあ、素敵な名字。頑張ってね、宮野さん。ああ、いいんだよ。あ、そうか、宮野さん。いいんだよ。卵のパックの上に、ああ、宮野さん、大根乗せちゃうのね。宮野さん。卵ミシミシいってるけど、大丈夫。大丈夫よ。頑張れ、宮野さん。私は、宮野さんを応援しているよ。宮野さん。と、心の中でエールを送り続け、大変ほっこりと温かい気持ちでスーパーを後にしました。春ですね。宮野さんも、宮野さん以外の人も、新しい生活をスタートさせた方たちに、頑張ってほしいなと思いました。何これ素敵な目。最後の締めくくり方超素敵。春ですね。宮野さんも、宮野さん以外の方も、頑張れみたいな。いいのよ。あ、卵の、パックの上に、あ、宮野さん、大根乗せちゃうのね。宮野さん、卵ミシミシ言ってるけど。これちょっとやばいよね。卵だかんね。
家帰ったらもう割れてるみたいな、全部割れてるみたいなね、ことにならないように。でも、うん、いいのよ、私は応援してるよっていう。自分と同じ名字に出会えた時の、なんだろうね、こう、なんとも言えない高揚感。あと、自分を、が応援している、自分が好きな芸能人と同じ名前と遭遇した時の高揚感ね。こっちの勝手ながらの高揚感ね。島津さんが大いにうなずいている。島津さん誰ですか？ちなみに。誰に会って興奮しますか？名前。氷室。おー、だって。もし氷室さんが新人のアルバイトで卵の上にもう牛乳パックとかを置いたらもういいのよ、氷室くんいいのよって。氷室くんってもう呼ぶって。ロックやってないのにそのバイトの方は勝手に心の中で氷室くんって呼ぶ。いいね、なんかそういうの。あ、いや、ほっこりさせていただきました。ありがとうございます。なんかね、たくさんメールをいただいたので、読んでいきたいかなーなんて思っております。んー、まずは、お花見。お花見、楽しんでいただけたようで、前回の未来さんからいただきました。お、素敵な名前。未来だって。ももちゃんこんばんは、こんばんは。先週のレイデンスマイル聞きました。お花見少しでもできてよかったですね。ありがとう。山田さんと聖夜さんのお弁当の食レポも最高でした。最高だったって。調子乗んなよお前ら。つまんなかったかな、お弁当自体は。おにぎりおにぎりぐらいしろ。何を普通に作ってきとんねん。普通に作ってきて気持ち悪いって何なんだよ、聖夜。カッチカチの麻婆豆腐、油がもう固まった麻婆豆腐、美味しかったけど。受け狙え、バカ野郎。バカ野郎じゃないか。実際にお弁当を見ることができないので、マモちゃんがお弁当に対して言ったことを想像しながら聞いていました。だって、山田さんのお弁当で、マモちゃんが思わず、山田さんと言ったときはツボでした。あれ、本当に普通に言っちゃったかんね、俺。感動しちゃってさ。でも聞いている限りではとても愉快で楽しそうでしたよ、だって。そうですか。ありがとうございます。いや、楽しかったんですよ。うんうん。はい。あと、マモちゃんがビールちょうだいと言ったときは、いや、私びっくりして大声で、今飲んじゃダメと叫んでしまいました。その後にマモちゃんがノンアルコールですと言ってたので、とても安心しました。だって。よかった。次。チャンズゲ希望、ペチョコちゃん。おお、ペチョコちゃん。俺が昔妹のことをペチョコちゃんと呼んでいました。マモちゃんマモバは前回のお花見会拝聴しました。山田さんとせいやさんのお弁当企画がまさか実現するとは。お弁当箱がスケルトンタッパーだったり、まさかのお花見で麻婆豆腐だったり、お米なし。男の料理いいですね。だって、おー、褒めちゃって、褒められちゃって、せいやバカ野郎、バカ野郎ってことはない。たけしさんみたいなんですけど、だんだん。何でもバカ野郎って言っちゃった、今。マモちゃんの食レポが的確で、自分も食べているかのように味わいました。あ、よかったよかった。お二人が一生懸命作った愛情がたっぷりこもったお弁当、次回も楽しみにしております。次回も楽しみ。いや、でも本当よかったよね。うん。二人が作ってきてくれて、嬉しかった。俺忘れてたからね。あ、そっかって言ったからね。ひどーい。嬉しかったよ。さてさて、夏美さんからいただきました。先週のお花見会聞きましたよ。タッパー聖夜はさておき、山田さんすごいですね。タッパー聖夜。どんどんいいな、ニックネーム決まってってね。タコさんウインナーまで入れちゃうなんて。見た目は中学生なのに、蓋を開けたらびっくり。素敵にお料理できるんですね。いや、まだ大人だよ。結構酸いも甘いもわきまえた。大人だよ、夏美さん。できるんですね。
そして、料理だけでなく、入れ物にも気を配る心遣い。なんと女子力の高い。私はオムライスに乗せる薄焼き卵を初めて作った時、緊張と同様でカチカチの焼き卵を作ってしまった女子なのですが、こんな山田を見せられては女子として負けを認めざるを得ません。ですが、山田のお弁当を美味しいと食べるママの声を聞いて、そうだ、作る人の見た目じゃないんだ。ちょっと待って。すごいこと言ってんな、夏美。そうだ、作る人の見た目じゃないんだ。気持ちなんだ。相手を思いやり、丁寧に作ることが大切なんだ、と、なんだか励まされた気分でした。山田から学ぶ時が来るなんて。ひどい。山田をなんだと思う。山田から学ぶ時が来るなんて。山田さん、いえ、山田。私が言うのもおこがましいですが、次があるかわかりませんが、期待しています、だって。ぜひママが面白いとうなるようなお弁当を。いいメール。最終的になんだろう。山田褒められてる感がないよね。めっちゃ面白い。山田から学ぶことがあるなんてぐらいの勢い。面白かった。ラジ様ネーム、ココア 100% のミサト参加いただきました。山田さんの女子力の高さにびっくりしました。メインをサンドウィッチにするあたり気が利きますね。そしてそして前回のラジオを聞いてから私の中で聖夜さんの呼び方がスケルトン聖夜になりました。よかったね、今日でいっぱいニックネームができたね。聖夜タッパー聖夜からスケルトン聖夜。なんか楽しんでいただけたみたいでよかったですね、お花見会。まだこの季節折々な感じで、あのいろんなイベントごとができるといいですな。うん、ね、夏はスイカも待ってますし、はい、スイカの早食いをね三人で対決したいと思います。あ、久しぶりにこう、スイカ食べでもやりますかね、目隠しして。それ、聖夜にやらせますかね。あ、スイカ食べっていうのはちなみに、前のラジオでやってた、あの遊びで、スイカ割りってあるじゃないですか。目隠してぐるぐる回して、右右左左っつって。でも、スタジオの中でさすがにね、スイカ割りはね、あの、ハードル高いので、あの、ピシャーって汚れちゃったりとか、棒振り上げたりとかしたら危ないので、あの、スイカ割りの要領でスイカを食べるっていう、非常に、こっち側的には危険な。下手すると、頭を強打する。それをね、本気で聖夜にやってもらいましょう。まあ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 、そんなことはさておき。まあ季節折々のそういう、なんか、あの、風物詩みたいなものは、あの、やっていきたいななんて思うところではございますが、なんかね、本当に色々トピックスがありまして、ラジオネーム、あかね漬け希望、ちゃんあかねからいただきました。まもちゃん、まもばんは、まもばんは。映画、ペットの声優サプライズ発表の動画見ました。ありがとう。リポーターのまもちゃんがカジさんを振り回している姿がとても可愛かったです。マイクが近すぎるくだりや、カジさんを食べちゃうくだりは思わずニヤニヤしてしまいました。タカトモルモットなんてどんなお二人が見られるのかとても楽しみです。飼い主がいない間、ペットが何をしているのかというテーマは、猫を飼っている私にはとても気になります。公開を楽しみにしています。だってありがとう。すごい面白そうでしょ、これ。もうめちゃめちゃ可愛いんだ、ペットたちが。もうトレーラーが上がってるんだけど、ぜひね、見てほしい。あの、まあ、これからなんでね、収録は。なのでね、僕もすごく演じるのが楽しみです。はい。ラジオネーム、すみれさんからいただきました。映画、ペットの吹き替え出演おめでとうございます。ペットは以前から面白そうだなと気になっていた映画なので、まおちゃんが、出演が決まってすごく嬉しいです。絶対見に行きます。そして大好きなカジ君との共演おめでとうございます。マモちゃんがカジ君にサプライズオファーに行く動画も見ました。お二人の仲の良さと、マモちゃんがカジ君のことを大好きってことがすごく伝わってきました。食べたくてしょうがないほど大好きなんですね、だって。そんなお二人や、ミニオンズでも共演されていたバナナマンのお二人も、一演する映画ペット、公開が楽しみですと。そうなんです。サプライズオファーの動画がね、上がっておりまして、それを見てもらえるとわかると思うんですけど、あー、マモちゃんって、バラエティが好きなんだねっていう。はい。いろいろ頑張って やってみました。まあもちろん僕が決めたわけじゃないんです。その映画会社の人に代わって、あの、ああいうサプライズで発表しに行くっていう、そういう企画だからね。まあ僕がカジ君をオファーみたいしてたみたいになっちゃってたけど、そうじゃなくてね。でも一緒にカジ君と一緒にできるっていうことを聞いたときはすごく嬉しくって。
伝えました。その気持ちも映画会社の人に。ありがとうございますみたいな。ありがとうございますって変化。でもなんかこれから、絡みのある役だったりとかするみたいなので、楽しみですね。はい。その動画もね、ぜひ見てみてください。はい。カジ君のね、ガチでびっくりする、あ、本当のリアクションってこうなんだ、みたいな、リアクションが見れるので、本当に唖然として、ただただ汗をかくっていう。ぜひ見てあげてください。さあ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 、どうしようかな、次は。こっち行こうかな。ももラジネーム、アイちゃんからいただきました。ももちゃん、ももまんは、マスケティアーズ見終わりました。ありがとう。何ですか、あれ。ごめん、キスして、とか。いきなりキスしてドア閉めちゃったり、ベッドで二人で寝てたり、そして、電気に頭ゴツンとか、可愛すぎですよ。で、俺じゃないかんね。混ざっちゃってるけど。キスシーンはキャーと騒ぎながらも、ママちゃん照れてるのかなと考えちゃったり。俺じゃないよ。ルーク・パスカリーノさんだからね。可愛いキャーかと思えば戦闘シーンはすごくかっこよくて、惚れ惚れ。そうなんですよ。マスケティアーズの世界観に一気に引き込まれてしまいました。ありがとう。これね、本当にね、かっこいいし、意外とこう1話完結で見やすいドラマになっているのでね、今からでも全然ね、まだ見てないという方は見ても面白く見れると思うので、ぜひね、見てほしいななんて思うわけでございますが、ちゃん付け希望、パッセージモアちゃんからいただきました。マスケティアーズ見ました。始まる10分前から正座待機していた私。そして来たる PM11 時。今日も今日とてうるばしゅう宮野さんの素敵な解説コーナーから始まり。なんだこのかっこいいオープニングは。そこから始まるストーリーの壮大さ。第1話にしていろんな展開盛りだくさんで、めっちゃ見応えあるし。ドキの胸胸を抑えられませんでした。実のところ今まで海外ドラマにはほぼ興味がなかった私、かっこフルハウスは別宮野さんが出てるし見るかーって感じで見始めたのですが、これはドハマりしました。パリオン沼確定ですわ。もうなんか略してんの。宮野さんのおかげで新ジャンルオブホビー開拓できました。ありがとうございます。ダルさんかっこいい。ちょっと待って、ダルタニアンをダルさんって呼ぶのやめてもらっていいですか。そして告白しましょう。期待してましたよ。なんたって宮野さんのファンですから。エロティックで、あーセクシーなキスシーンを、でもまだ1話だし来ねえだろう、いきなり追っ始めることはねえだろうと思ってたらですよ。しますか、するんですか、しかも割とディープなのね。ちょマジかよ、海外ってめっちゃキスすんなと宮野さんおっしゃってたけど、そんな宮野さんエロいし。俺エロくないから。ああ、なんて素敵なシーンをありがとうございました。これで毎日、ジャストスマイルで生きていきます。It's a happy life. あだぶってますね。いや、楽しんでいただけてよかった。いや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 、そうなんですよ。マスケティアーズ面白いね。本当に面白い番組ですので、ぜひ皆さん期待して、今後の展開に期待して待っててくださいね。そんなこんなで、もっといろいろ読みたかったんだけども、ここでね、指先棒ゆきの、ついにシャウト初公開ですね。前回の放送でシャウトが聞けると聞いて、うおー、やったーと叫んでしまいました。聞けるのが本当に待ち遠しいです。だっていうね。皆さんこの手紙、お便り、いっぱいもらったので、じゃあ、その期待に応えますか？心の準備はいいですか？やっべーぞ！さっきも声出なかったけど、あまりのことに俺、あんなにやっべーぞの出ない俺は、なかなか、聞けないっていうくらいのカスカスのやっべえ像が出ましたけど、さっきも。それではここで14枚目の新曲シャウト初公開。いや、これもっとねじっくり聞いていただきたいですね。バンガードのオンエアも始まったりとかするので、オープニングね映像とともに聞いていただきたいと思いますし、発売してからはですね、フルサイズをどん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 聞き込んでいただきたいななんて思っております。はーい、ということでカップリングの情報ももう公開されていて、この番組のねラジオのねオープニングエンディングも変わりますので、アップサイドダウン、こちらがね、オープニングで、リンね。こちらがエンディングになります。どんな曲になっているんでしょうか？楽しみですね。金曜日に、先日ね、シャウトの情報が
いろいろ解禁になって、あの、邪剣とかもね、もう発表されてたりとかするので、ホームページの方でご覧ください。もうシャウトみたいな。オラオラみたいな邪剣になってます。おいお前ついてこいよみたいな。お楽しみにですね、今後の展開。以上です。宮野真守のレイディオスマイル、もうお別れのお時間です。番組では皆さんからのメール、おはがきをガンガンお待ちしております。どんなことでも OK なので、どんどん送ってきてください。メールアドレスは、mamo@joqr.net です。mamo@joqr.net です。おはがきの宛先は、郵便番号 105-8000 に文化放送、宮野真守のレイディオスマイルまで、そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならば、レイディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで、今週の当選者は、ダンちゃん付け希望パッセージモアちゃんに決定しました。マスケティアーズパリの四重士の第一話を見て荒ぶっていたパッセージモアちゃんに決定しました。1話だしいきなりおっ始めねえだろおっ始めねえだろおっ始めるって久しぶりに聞いたよね、その表現の仕方。素敵なメールでした。今後のねマスケティアーズにも期待してください。まあそういうシーン、まあそさほど僕は多くないんだけど、まあみんながみんな結構イケイケなんでマスケティアーズに出てくる人たち、非常にね大人な世界観といいますか。でもあの頃の時代のね古き良きものを非常に絶妙に表現しているなというふうに思うんですよ。ものすごくおしゃれだし、お金かかってるし、はい、楽しみにしておいてください。さあシャウトですよ。いやー早く全貌を明らかにしたい。後半もっともっとすごく盛り上がるし、やっぱおー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 とかみんなと一緒に歌いたいと思うしね、あのアンセム感、声を合わせて歌う絵が見えてますね。はい、なのでいろいろ楽しみにしていてくださいね。それでは来週も聞いてください。以上宮野真守でした。バイバイ。いやーマジでシャウト、いや別、あだめ、なんか自分のもののようにやっちゃった。普通に違う違う、もうあんまりやんないようにしよう、気をつけないと。すいませんでした、ナダルさん。宮野真守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。